はい、わしがたけ明日ファイナルなんですけど、明日ね雪とか言っとる天気予報もあるし、雨って言っとる天気予報もあるんだよね。で曇りって言っとったり、多分ねみぞれか雨なんですよ明日ファイナルで。今日がね4月2日で土曜日で、今4時過ぎたかな。あともう30分ぐらい、2、30分しか滑らないんで、ほとんどねほとんど、雪面の雪のノーカットですね。ちょっとカミカミだったりするかもしれませんが、ご了承ください。僕は高須ダイナー専門チャンネルです。まあ他にもねいろいろ撮ったんで、パークがあるのかキッカーがどうなのかとかね、リンゴどうなってるかとか雪質とか、まあその辺は他の動画もたくさんアップしたんで見てください。で明日さ、雨かみぞれなんですよ僕の勘では、温度的にね。で今夜その雪、まあ今夜その0時から朝にかけてだったら雪かもしれないですけど、ちょっと微妙だな。まあただね、あんまりそのもう滑らないから今日はね、誰もあと30分しかほとんど変わらないんで、まあ雪質ね、積雪見ていきましょう。はい、今日はスキー履いてますね。この辺なんかほら土が見えてますね。あの辺も見えとるね、土ね、この辺も。まあ明日も今日と同じような気温だから大丈夫と思うけど、もうダメなんですよ。こういう風にブルドーザーで持ってきとるんですよね。で何も しなかったらあんな感じで、こうやって作業しとるからこうやって雪があるみたいな感じなんで、まあ、ただね雪持ってこようにもさないんだよな。はい、見ていきましょうね。雪が自然にここの辺に残ったんじゃなくて、もう作業してますよね。こういう明らかに、ですね。ここなんか結構あるじゃん。この辺からほじれるんじゃない？これが120センチって120センチ表記あるけどさ、ここだよね。ここなら、ここからさ、ほじってさ、細い通路にすれば。まあでも明日一日だからな。で、こっちは割と大丈夫なんですよ。今4時過ぎだからね。リフト乗れるかな？乗りたいな。まあいや、諦めるか。間に合うか？今何時だろう？
じゃあ俺もやっちゃったけど、あの人ね、あの人さ、これね、あんまりやらない方がいいですよ。あんまり。なんでかっていうと、この夜、このまま固まるじゃん。で、明日さ、まあいいか、そういう硬いことは。明日1時間ぐらい、あの筋が硬い。ああ、終わったかな、終わったかな、下のリフト。まあいいや、これで。これがあと2本ぐらい乗れるかな。時計がないな。ありがとうございます。あと間に合いますよね。ありがとうございます。あと10分ありますね。よし、あっち行こう。